さあ両チーム、冬の中に入りまして、これより後半戦再開となります。後半戦は高知大学のキックオフで 再開する格好になります。高知大学キックオフをいたしますのはキッカー6番の酒井のようです。姫路西高校出身でしょうか、失礼いたしました、島原高校出身の2回生です。さあ愛媛リターンに入ります。さあ駆け上がっていく、どこまで行くか、まだ行く、振り切るな、ナイスリターン、ここで素晴らしいリターンを愛媛大決めました。リターナー7番取りましてから右サイドラインを駆け上がりました。タックル受けましたが、それを引きずるようにセカンドの方と決まりまして、一気に相手陣深く24ヤードに入ったところからの攻撃を得ます。この位置から愛媛大学の攻撃に入ります。愛媛大学相手陣24ヤードからファーストダウン10。さあ後半いきなり大きな波がやってまいりました。トスしまして左オープンをつきました。ラニバック26番タックルを受けながらセカンドへフォートで約5ヤードのゲインを果たしております。非常にタフなダウンを決めましたのは26番のプレイヤーの模様です。本日好調26番の高瀬のランでした。さあ愛媛大学失礼しました、ゲイン4ヤードの模様です。愛媛大学セカンドダウン6、しかし相手陣20ヤードの位置。パス不成功、ここでクォーターバック17番奥に走り込んだ13番にパスを投じましたが、これは高知大学カバーしておりましてパス不成功、サーランに変わります。愛媛大学サーダン6、こちらにしのげるか、愛媛大決めるか。中央いったファッサー、ランニバック23番に託しました。ハンドオフから23番右に展開して縦に切り上がり、このディフェンスのシーンも抜けました。一気に攻撃権更新、ナイスランで攻撃権更新です。愛媛大学ファースター見事攻撃権更新果たしましたのは愛媛大学23番の原田、廿日市高校出身3回生です。さあそしてゴール前9ヤードに入りましたのでファーストダウン2ゴールに状況を変わります。愛媛大学9ヤード、この4回の攻撃権で突破になるか。しかし高知大が踏ん張った、まず中央のランプレーを展開しようとしました愛媛大学、しかしそのランプレーを高知大学ディフェンスフロント立ちはだかりまして、このラン阻止しセカンドダウンに変わります。このあたり高知大学もディフェンス陣踏ん張っております。さあ愛媛大突破なるでしょうか。セカンドダウン2ゴール、さあ右オープンついた、トスを受けました26番、右オープン突破を図りましたが、しかしこれはなんとか高知大食い止めております。サードダウンに変わります。
さあゴール前5ヤードの状況、愛媛大学サーダントゥーゴシュー、いた、止まった、ここで密集タイムのランプレー、力と力の勝負に持ち込みました。しかし食い止めフォースだ。この4回目の攻撃を愛媛大はどうするでしょうか。大きくメンバーを変えた模様です。さあフィードゴールに入ります。キックによる3点追加を狙います。ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられています。反則発生の模様です。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、プレーを制限時間内に始めることができませんでした。5ヤード抜体となりまして、フォースダウン、やり直しとなります。先ほどのメンバー交代と状況確認のためにプレー開始が制限時間間に合いませんでした。さあ下がりましても、フィードゴール決まるでしょうか。フィードゴールトライ、さあ判定どうか。フィードゴール成功、3点獲得です。キッカー77番、反則により下がりましたが、ここのフィードゴール決まりまして3点追加となっております。愛媛大学この状況、今度はフィードゴール決まりまして、現在その差を4点と広げました。愛媛大学10点、高知大学6点。さあこれによりまして得点差は4点となりましたので、高知大学はこの状況を覆すにはタッチダウンが求められる状況に変わりました。この1点の差というものはその後の戦術においても大きな要因になってまいります。この点においてタッチダウンとのワンプレートライフォーポイントも注目ください。さあ高知大学ギターに入った。さあしかし愛媛大も勢いに乗っております。右サイドに駆け上がろうとしましたが、愛媛大学カバーチーム集まりまして、高知大学を自陣24ヤードからの攻撃に変えます。さあ高知大学2時25ヤードからの位置になりましての攻撃権開始となります。高知大学ファーストダウンテン、さあまずパスプレー、これが決まりました。左に展開したレシーバーにパスを投じ、まず確実に5ヤードのゲインを果たしております。まず最初はパスプレーによって前進いたしました高知大学。ワイドレシーバー4番のキャッチでした。ここで現在レフリータイムアウトが入っております。パスキャッチしましたのは高知大学4番の原田でした。岡山創山高校出身2回生です。さあ試合再開となります。
高知大学セカンドダウン5。さあクォーターバックここでパスを投じんというところでしたが、急遽状況を見ましてスクランブルに転じました。スクランブルはクォーターバックがパスを投じようとし、しかしその状況によって緊急発進するランプレーです。これが見事決まりまして攻撃権更新となった模様です。見事な判断でした。高知大学ファスター、素晴らしいランを披露いたしました。高知大学の18番クォーターバックでした。18番は井上です。3回生高知大手前高校出身です。ここでウォーターブレイクに入ります。大石さんメッセージありがとうございます。ナイスラン、ナイスブロック、そして今度こそフィードゴール決めた、ナイスカバーというふうにさまざまな形で、愛媛大学に非常に熱のある応援メッセージありがとうございます。高知大学の応援の方々もぜひ忌憚なくメッセージをお寄せいただければ嬉しく思います。さあ試合再開です。高知大学の攻撃が継続しております。高知大学自陣39ヤードからファーストダウン点で試合再開です。さあここでドロープレーを投入しました。パスに見せかけたランプレーです。相手の裏をつくように中央突破しまして一気に攻撃権更新を図らんというところでしたが、ここは愛媛大学見事なソロタックル決まりまして、このドロープレーによる攻撃権更新を食い止めております。素晴らしいタックルしましたのは愛媛大学8番の中原でした。倉吉東高校出身のプレイヤーです。2回生です。中央切れ込んだワイドレシーバーにパス、これを投じたターゲット4番見事にキャッチし一気に独走、相手ディフェンスを振り切りましてそのままエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。ここで負傷者が発生しておりまして現在レフリータイムアウトが取られております。しかし鮮やかなタッチダウンのワンプレーでした。相手のディフェンスの一瞬を つくように中央を切れ込んだワイドレシーバー4番、このパスをキャッチしディフェンスを一気に振り切り独走、追いすがるディフェンス陣振り切ってそのままエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン、見事に決まりました。これによりまして高知大学6点入れまして逆転になっております。高福岡様のメッセージありがとうございます。高知大学のパスプレーなかなか仕上がっていますね。 QB の判断も良いと思いますというメッセージ、これも高知大学に素晴らしいメッセージ、応援ありがとうございます。さあそしてトライフォーポイント、このキック決まりまして1点追加となります。高知大学13点、愛媛大学10点、その差3点と、3点差に変わりまして高知大学逆転になっております。高福岡さんがおっしゃられるそのパスプレーが見事に決まりました。その鮮やかな逆転劇でした。しかしまだ試合は第3クォーター途中の状況にあります。
さあ、甲子大学はこのまま勢い乗りましてこの試合を制することになるでしょうか。対してしかし手だれの愛媛大学、このまま負けじとこの状況、残り時間生かして逆転になるでしょうか。これより甲子大学のキックオフで試合再開となります。さあ愛媛大リターンに入った。さあ右サイドライン駆け上がる。リターン7番、一気に状況打開、破壊と自陣40ヤードを突破する位置からの攻撃を得ます。先ほどの素晴らしいリターンを決めた、愛媛大学7番の大和の見事なリターンでした。八幡浜高校出身の2回生です。高校時代はバスケットボールのプレーヤーでした。愛媛大学自陣43ヤードからファーストダウン10。さあここでトラブルあった。判定どうか。コシコ対タイムオーバー。ここで大きなプレーが発生した。まず愛媛大ランプレーから入る。ランニバックにハンドオフし中央突破を図らせました。しかしここの時にボールをファンブル。落としたボールどちらが押さえても構わないこの状況、甲子大に抑えまして甲子交代ターンオーバー。攻撃権変わりまして甲子大学に攻撃権変わります。さあ大きなチャンスを得ました甲子大学、相手陣41ヤードからの攻撃に入ります。パス不成功。ここで一気にロングパスを通しました。この混乱に乗じロングパスにより一気にさらなる加点を狙うタッチダウンを狙いましたが、しかしこれはディフェンスカバーよくパス成功となっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。しかしここでチャンスを生かさんと甲子大学果敢に攻めます。ボールオン相手陣41ヤードから甲子大学セカンドダウン10。ここで大きな攻防、クォーターバック再びロングパス投進と下がりましたが、しかしディフェンスのカバーは良しと判断しスクランブルに転じましたが、これを愛媛大学見事に対応しましてこのスクランブル阻止しましてサードダウンに変わります。見事な対応しましたのは愛媛大学73番でした。73番の首藤、素晴らしい対応でした。松山南高校出身3回生。甲子大学サダンテ、パス成功、ファーサー。ここでクォーターバック3度目のプレーをパスになりました。そのパスを手前側ストップしました。ワイドレシーバー順位は見事にキャッチしまして攻撃権更新。甲子大学攻撃継続、ファーサー見事にこのパスキャッチしましたのは12番のキラでした。大須高校出身の1回生です。さあ甲子大相手陣28ヤードからのファーストアウト。パス不成功。ここは愛媛大もナイスカバー。一気にパスによって状況を突破を図らんという甲子大、しかしこの最初のプレーは阻止しました。セカンドダウンに変わります。さあ甲子大セカンドダウンって
コーチで素晴らしい対応をしました。クォーターバックジョシュアン、プレッシャー殺到する中、絶妙な判断でスクリーンパスを投じました。あわやサックされるかというギリギリの判断決まりまして、これをキャッチした5番見事前進し攻撃権更新です。高知大学ファースター、ここで現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。しかしすごい攻防でした。ディフェンス殺到する中、高知大学クォーターバック18番見事にスクリーンパスを投じまして、これを6番キャッチしまして、攻撃権更新になっております。パスを投じたクォーターバック18番は井上、高知大手前高校出身3回生、取りました6番は酒井、島原高校出身2回生です。さあ試合再開となります。高知大学ファーストダウン10、ボールオンは相手陣16ヤード、タッチダウン。ここでパスによってタッチダウン成立しました。高知大学ワイドレシーバー外から中に入るパターン3番、これを見事に決めまして、そのままエンドゾーンを囲んで達者。高知大学タッチダウンによりまして6点追加になっております。そしてトライフォーポイント、キック成功、1点追加。高知大学20点、愛媛大学10点と変わっております。ここで高知大学クォーターバック18番の井上の素晴らしいパス攻撃決まりまして逆転になっております。鮮やかなパスでした。右に大きく展開しておりました3番、その空間をつくような形で中へ切れ込みましてクォーターバックのパスをキャッチ、そしてディフェンスをそのまま一気に振り切ってエンドゾーンに駆け込み、見事さらなる加点となるタッチダウンを決めております。さあ勢いに乗るか高知大学、キックオフに入ります。なんとしても愛媛大学このシリーズはものにしたいところです。さあ愛媛がリターンに入る、さあ右サイドラインには突破を図りまして自陣44ヤード付近を確保しています。この時間の愛媛大反撃に入ります。再三素晴らしいリターンを決めているのは5番の河野です。沼田高校出身の2回生です。さあ愛媛大学自陣44ヤードからファーストダウン10、パス不成功、愛媛大パスから入りました。左にいた5番目のパス、しかしパスがショートしパス不成功、セカンドダウンに変わります。愛媛大学セカンドダウン10に入ります。
さあ今度はランプレイター、しかしこれは、高知大学もディフェンス陣踏ん張っております。本日好調でしたランプレイですが、ここへ来て高知大学徐々にフロントライン陣が対応してまいりました。サードダウンに変わります。現在負傷者が発生しておりますので、レフリータイムアウトが入っております。大石さんはメッセージありがとうございます。高知大学確かにオフェンスシリーズ非常に見事に決まっている、洗練された感が見受けられます。さあこれをしかし愛媛大突破なるでしょうか。愛媛大学サードセブン、さあ左オープンついた。何枠41番トスを受け左オープンスイープレー、これによって攻撃権更新を図らんというところでしたが、しかしそれはならずフォースダウンに変わります。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。さあプレー再開です。愛媛大学フォースダウンですが、プレーを実行します。フォースダウンギャンブル、ファーサー、ここで愛媛大学パスプレーで突破を図りました。クォーターバック17番中央走り込んできたワイドレシーバーにパスを通し、ディフェンス、カバーある中、これを見事レシーバーキャッチしまして攻撃権更新です。愛媛大学ファーサー見事厳しい状況を愛媛大学突破しまして攻撃権継続となっております。ここでホイッスル、ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして愛媛大学10点、高知大学20点、その差、ワンタッチダウンフィードゴール差によりまして10点差となっている状況で、最終クォーター第4クォーターに移ります。